三遊派は、江戸落語の一派。三遊派の祖は、初代、三遊亭炎章である。門下に、初代律、花山戸家蔵、初代古今亭、新章、初代金原亭馬生、初代、芝達らを輩出して、流星を極めた。二代目炎章は、初代円蔵が継ぐことになり、初代、新章、初代馬生、初代達らは、独立した。 初代和製の一門は馬派、初代流星の一門は芝派と呼ばれた。二代目演唱の頃の三遊派は柳派や江戸カツラ派などの大パにすっかり押されてしまっており、往年の勢いはなくなっていた。しかし、自作落語などで人気を集めた初代三遊亭窓マドカさんの登場により、三遊派は息を吹き返し、次第に柳派と拮抗する存在となっていった。 1875年、柳派の三代目零零帝柳橋を頭取りとし、縁朝と江戸桂派六代目、桂文治が補佐となって、落語、牧連が結成されたが、工業主体としては1888年には、完全に柳派と分裂し独自に実施するようになっていった。五日ごとに行われていた寄せ工業のうち、半分を、三遊派が、もう半分を、 柳葉が担当するという工業方式がこの頃に確立し、1923年に三遊派と柳葉が合併する頃まで続けられた。明治時代の三遊派は、円朝を中心に、2代目三遊亭窓か立花、4代目三遊亭円章といった正統派から、捨ててこの初代三遊亭窓か優、へらへらの初代三遊亭一万立花なのなど陳芸を、 売りにするものまで多彩な落語家、芸人がおり、初代男子老妻名画を中心とする柳派と対抗していった。三遊派に所属していた落語家の多くは人情話を得意としており、滑稽話を得意としていた柳派とは対応なしていた。もちろん例外もあり、例えば四代目立花屋円蔵は人情話よりも落とし話の方を得意としていた。また、 柳派の名跡を名乗っていた落語家が三遊派に属していたこともあった。三遊派の落語家は、窓かの字を名前の下につけないのが習慣になっており、縁を下に名乗りたい場合は、三遊亭立花縁のように字を変えて名乗っていた。例外に、三遊亭弱縁を一時名乗っていた三遊亭長、兵衛がいる。1 9十一年十月に、初代カ小南、三代目。 三遊亭窓か立花、二代目月の家園鏡らが三遊派を脱退して三遊分派を立ち上げた。この時、三遊派本体は三遊者と改名した。また同じ頃、四代目立花や縁、京の一派も独立している。しかし、1912年10月には三遊分派の一行は本体に復帰し、三遊者も三遊派の名に戻った。 マドカ教派も同じ頃に三遊派に復帰している。1923年に三遊派と柳派は合同して東京寄せ株式会社を設立したため工業主体としての三遊派は一旦消滅した。しかしその後も東京落語協会結成直後に創設された三遊流連、牧会をはじめとして三遊派、新物見派、流三遊演芸会、 三遊牧会、龍三遊落語会、龍三遊剣聖者など、落語協会と芸術協会の二団体制が確立するまでの間に、三遊の名が使われた団体が数多く登場した。戦後も、六代目、三遊亭演唱が落語協会を脱退した際に作った団体名は、落語三遊協会とされた。この落語三遊協会に所属していた落語家のうち五代目、 三遊亭窓科学の一門は、現在の円学一門会に所属し、その他の演唱の弟子たちは、落語協会に復帰している。現在は、円朝の孫弟子四代目円蔵の弟子であった六代目、演唱の弟子である五代目、三遊亭窓科学、六代目、三遊亭窓科窓、三遊亭窓科、たけらとその弟子たちと、円朝の孫弟子である初代、 三遊亭窓上にの流れを組む三代目、三遊亭円化、四代目、三遊亭金馬とその弟子たちが、系統から見て、明治時代からの三遊派の流れに沿っている、落語家であると言える。また、三遊亭窓カバの名跡は、円朝の弟子で上方に赴いていた二代目縁馬から、橋本千竜に譲られたが、三代目縁馬の橋本、千竜自体がもともと三遊派に属していた。 人間であり、三代目縁馬の弟子である四代目縁馬の一門も、系統から見れば、三遊派の流れに沿っていると言えよう。なお、窓科学の一門と窓片竹の一門は、落語協会だった以後に田本うは価値特段の交流はなかったが、2013年の縁竹の著書、落語家の通信簿について六代目縁楽から、事実関係について、指摘を受けて、増札時に修正したのを機に、 意気統合し、2014年3月に合同落語会、三遊雪どけの会を開催した。なお、2016年からは、三遊落語祭と名前を変えて2020年現在も、交流を続けており、同年の会においては、史上初となる、三遊亭大取え美、三遊亭落大、三遊亭浄介の3名の合同新打ち、昇進披露工場が設けられた。 旧来の三遊派の系統には当てはまらない人物が、本来は三遊派である名跡を継いでいるケースもある。芸術協会の二代目、桂古文寺一門には、二代目、桂古文寺の弟子が四代目、三遊亭マドカユを襲名し、その弟子が五代目園友を引き継いだり、また同じく二代目、桂古文寺門下の五代目古根亭。 いますけの弟子が三代目、三遊亭窓上にの名跡を継いでいるのがその例で、ある。二代目炎章を初代とする、立花や炎蔵の名跡は、六代目までは、三遊派の人物によって受け継がれ、立花の家の屋号も、三遊亭のサブ亭号として使われていたが、その後この名跡は八代目から文楽門下の四代目月の、 家縁鏡が一代限りの条件で七代目立花や縁像を襲名した。七代目没後、筆頭弟子の五代目月の家縁鏡が名跡を六代目炎章夫人に変換したが、その場で直談判して名跡を譲り受けため、立花の家の名は本来の三遊派の系統から離れた。二代目炎章の弟子が初代である立花や縁太郎の名跡も、現在は、 春風亭小朝の弟子が継いでいる。なお、情報落語会では、東京で三遊派の流れを組む落語家のもとで修行した後に、髪型へ移った落語家や、そのような人物の文化から三遊派の流れを組む名前を継いだ者もおり、例として五代目、立花や円太郎、初代立花の窓か、三代目立花や千立花、二代目、 立花や花立花、立花の窓かとなどがいる。他にも、特定の師匠なしで、三遊亭の帝号を名乗った三遊亭マルコがいる。四代目立花や千立花は二代目の五路兵の門下ではあるが八代目立花や円蔵の巨諾を得て名乗っている。縄文は三つ組立花を使用。ありがとうございます。